どうも、ドズルです。さっきはですね、クラクラチャンネルドライ VS 三井で尽くしてカープ女子にこちらの、クラン対戦をお送りしていきたいと思います。ネーミングがいいですね。クランの名前が三井で尽くしてカープ女子に、これなんかストーリーがあったんですかね。ストーリー聞いてみたいな。さあ、ということで、お送りしていきたいと思います。今日はですね、カープ女子さんのモリリンさんの攻め見ていきたいと思います。誰の攻めがね、一番印象に残りましたってクラメンに聞いたところ、やっぱりモリリンさんの攻めがね、印象に残ったということで私拝見させていただいたんですが、まあ面白いですね。2回とも結構個性的な攻めをしているので、見ていきたいと思います。まずこちらの、アタック、もう呪文のね、構成を見ればなるほどなと、気づく方もいらっしゃるかと思いますが、ライトニング4発で相手のアーチャークイーン、防衛側のアーチャークイーンを処理していきます。で、天才戦術と言われるやつ、一時期流行ってはいたんですが、ターンオール9ではね、ちょっと久しぶりに見ましたね。ライトニング4発でアーチャークイーンを処理する。でこの2発2発でライトニング落としていくんですけれども、2発2発4発同時に落とさない理由としては、こうやってアーチャークイーンが移動した先にね、先打ちというか移動するタイミングの前でこうライトニングを打って、ライトニングってやっぱタップしてから時差があるんで、さあここで、クエイクを打って、さらに、エアスイーパーをね1個処理しております。で空パートがねすごい上手いので見ていただきたいんですが、ここアーチャークイーンから出したんですが、どうなんでしょうね。ババキングターゲット取ってアーチャークイーンかなと思ったんですが、ここはね本当にサイドカットの感じだったのかな。対空砲まで届きませんでした。さあここからなんですが、ここからのね空がすごい上手いです。回し方なんですけれども、まずバルーン1体とガーゴイルを使ってね大砲を処理しました。この大砲処理がねすごく上手くて、ラバ3体プラス、バルーンをね一気にこう中に入れていきますが、さっきのね大砲処理がないと、このバルーンたちがね一旦こう時間差っていうんですか、12時方向からのバルーンと時間差ができてしまうので、多分あの大砲を先に処理したっていうのはね、このバルーンの足並み揃えみたいな感じです。初めて見ましたね、こういった、外の大砲をね、まずバルーン2体とか結構使ってね、処理していくっていうのは初めて見たんですが、空回しが非常にうまいです。対空砲4本、残っているにもかかわらず、バルーンが一体もね中心部、そしてこちら側に流れてないですよね。さっきエアスイーパーも、しっかりと、ライトニングと、クエイクでね処理しているので、そういった理由でね、中心部にバルーンが流れずに、もう完璧にラバーバルがぐるぐる回っている、回転しているような、回し方となっております。結構ねこの攻めは何て言うんだろう、普通にペンタラバとかね、最近タウンホール9でね5体のラバを使って攻めるやり方多いんですが、この回し方は結構珍しいと思います。何て言うんだろうね、何て言うんでしょう、中心部のアーチャークイーンとエアスイーパーを処理して、でもぐるっとバルーンを本当に一周させてますよね。で最後は結構バルーン数で押していく感じなんですが、結構ね面白いというか興味深い攻めですね。さあそんな感じでバルーン最後まで回し切って、かなりの、パピーの数が残っておりますが全開という感じです。もう一つモリリンさんの攻めなんですが、全然ね違った攻めとなっております。誰だったっけな、ポタラさんやられたのか。さあこちら、攻めとしては何なんでしょうね。これね、この攻めの注目ポイントとしては、すっごいゴーレムが生き残れます。ゴーレムのね生き残り方に注目してください。まず3時方向から、ゴレヒーですかね、ヒーラー1体つけてのゴーレムを歩かせていくんですが、この配置のね弱いところをしっかり理解しているというか、ゴーレムのねターゲットの法則なんかもかなり理解しているなと感じました。3時方向から実はテスラがね、結構出てくるんですが、そのテスラに対してゴーレムで当てつつホグライダーを、展開していきます。さあまずゴーレムに1体のヒーラーをつけて、アーチャークイーンで迫撃砲のターゲットを取りながらベビドラでサイドカット。さあここでホグライダー入れていきます。これ多分秘書剣でしょうね。テスラの位置をしっかり把握した上でヒーリングかけながらホグライダーでテスラを、壊していきます。でここしっかりとホグライダーでこの区画を壊すことによってゴーレムが歩いていきますね。この区画の、防衛施設が少しでも残ってしまうとゴーレムが歩かないですよね。ゴーレムそのまま壁を殴ってしまうんですが、ここの施設を壊してくれることによって、ゴーレムが、ね、ちゃんと歩いてくれます。さらにここポイズンで相手の援軍をつってポイズンで処理していきつつ、このゴーレムがね最終的に本当に生き残ります。ここまで生き残るかっていうぐらいね、ゴーレムしっかり歩いていきます。ここで、これターゲットの法則ですね、3つの施設を選択するんですが、対空砲、大砲、そしてこの迫撃砲に向かって、3つ目の施設に向かってゴーレムが歩いていきます。ここもしっかり計算通り。さあここでもう1体ゴーレムを追加いたしまして、ヒーラーはここでやられるといった感じなんですが、アーチャークイーンにね防衛施設のターゲットが行っていないのがねしっかりと分かると思います。
あのこの段階でねアーチャークイーンにほとんどターゲットを、ゴーレムだけでねゴーレム1体だけで、ここまでアーチャークイーンとゴーレム歩かせてね、攻めていくっていうのすごいですよね本当に。そしてジャンプと、ベビドラをうまく使ってゴーレムを中の部屋に入れていきつつ、レベルマックスの、バルキリーですかね、レベルマックスのバルキリーを外から援軍で入れていき、さらに相手のアーチャークイーンを目指していきます。この少数のバルキリーも相手のアーチャークイーン処理ですかね、こちらを目的としていてヒーリングかけながらジャンプで、回していくと。でその間にゴーレムがまた中心部でターゲットを取ってくれていて、さらに裏ラバレですね、ここまで考え尽くされたっていうか結構トリッキーな攻めじゃないですか。このトリッキーな攻めをここまでね、なんて言うんだろう、実行できるっていうのはただ運とかそういったもんではないなっていうのも改めて、見せつけられましたね。この方は本当にうまいです。あの1回目の攻めも2回目の攻めもしっかりと、ユニットがどう行くのかっていうのをね、しっかり考えられて攻めているなっていうのが、分かると思います。さあここで最後、バルーンプラスヘイストでね、対空砲をギリギリ落として、全開と、言った形の運びとなっておりますが、すごいですね、ぴったりと、バルキリー3体、援軍のバルキリー3体がぴったりと相手のアーチャークイーン処理して、回っていく感じなんかね、その間にゴーレムが中心部に行ってターゲットを取るなんかね、かなりやっぱり練られているなといった感じです。この配置自体もね結構なんて言うんでしょう、いびつなね配置となっているので、まあ、結構ね攻めづらいと思うんですが、そこをうまくね攻めているなと思います。今日なんか今気づいたんですが、私結構ってむっちゃ言ってますね結構言っているんですが、モリリンさんの攻めがねすごすぎて、そんな感じでございます。1回目の攻めがねとにかく空回しがうまいっていうのと、バルーンの使い方とかうまいですよね。あとガーゴイル、そして2回目の攻めのねバルキリーの使い方なんか、それぞれのユニットがね生き生きした攻めを久しぶりに見た気がします。さあということで、今回クラクラチャンネルドライブエース三井で尽くしてカープ女神さん、対戦ありがとうございました。またね多分今のところ1勝1敗かな、カープ女神さんとは1勝1敗な気がするので、まあ、次当たった時はね勝ち越せるようにまた腕を磨いてドライのメンバー頑張っていきましょう。ドズ2もね一応ドライのメンバーとして、今回なんと確かドズ2入ってるんですよ。ドズ2入っていて、日本クランですね、タウンホール級スピリットさんと、当たっているので、またこちらの対戦も、しっかり勝てるようにね、頑張っていきたいなと思います。さあということでタウンホール級のね本部のメンバーの、動画とかもね撮っていきたいな。ぜひねタウンホール級の、対外戦をね本部メンバーとやってくださるクランをね、募集しておりますので、ぜひぜひ、お申し込みというか、うちでやってくださいっていうねお申し込み受け付けておりますので、ぜひとも、お声かけください。さあということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。この夏今まで見たことないクラッシュが訪れる。ナインクラッシュ、日本最強のタウンホール級は誰だ。1183名の中から優勝者を予想しろ。クラロワフェス、連日行われる大会を制して大量のカードをゲットしろ。大阪クラッシュ、8月28日、大阪で何かが起こる。生放送予定は下記動画説明欄にて。それではまた次の動画で